チプチラジオ、皆さんこんにちは。毎週木曜日お昼の11時半からプチプチの真面目な情報から楽しい情報までお届けしているプチプチラジオです。メイン MC を務めるプチプチ文化研究所所長のビビです。よろしくお願いします。はい、プチプチマイスターの小森です。よろしくお願いします。マイスター、ちょっと今日は声がおかしい、ちょっとですね、風邪をひきまして少し喉が、はい、お大事にしてください。ありがとうございます。流行ってますよね最近。はい、そうですね、最近ちょっとね風が、はい、もうやっぱりあの昼光が太陽当たってれば暖かいけ ど、結構朝とか夜とか寒いですよね。そうなんですよ、寒いんで、まあ、ついつい薄着してね夕方行っちゃうと寒くなっちゃって風邪ひいちゃうっていうこともありそうですね。はい、皆さんぜひぜひ、はい、本当に気をつけてくださいね。はい、はい、というマイスターなんですが、はい、ちょっとあの最初のコーナー頑張っていただいてですね、はい、そうですね、頑張りたいと思います。はい、今日はまた以前ご紹介したかもしれませんけど、エコハーモニーという商品をご紹介したいと思います。はい、こちらの商品はですね、活用されにくい有色再生原料、こちらを使いましてプチプチを作りました。でこちらの方はですね、新シリーズが実はもう出ておりまして、はいはい、その新シリーズのお話を少ししたいと思います。はい、はい、今回エコハーモニーに新しい仲間としてエコハーモニーライトという、こちらのちょっと軽いものですね。普通のプチプチよりも軽い、そうですね、軽いからライト、ライトですね。はい、であとホワイト、こちらはあの白の有色再生原料を使ったものですね。はい、これは特別な効果がありますので後ほど。はい、でそしてストロング、これがですねプチプチ史上一番硬いと言われているものですね。全然潰せないですね。はい、全然潰せないという、残念なんですけども非常に効果が、強度があるので、はい、ぜひあの使っていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ、CM 明けにちょっと詳しいことを、ね、はい、わかりました。